朝霞のバイパス大新付近郡三西環状道路は、福島県須賀川市から同県郡山市に至る、国道4号のバイパス道路である。地域高規格道路として、計画路線に指定されており、終点より、先の本宮市大技、荒井までの原動拡幅区間を含めて、朝霞のバイパスの愛称が与えられている。工事の初期は、郡山バイパスの愛称が使われた。 軍賛成環状道路の整備後も郡山市街地を通る原道は国道指定から外されていなかったが2016年4月1日に複数の県道と国道288号へ降格しバイパスの名がつく本線となったこの道路は行政側も1995年に強用した範囲を郡山バイパスの名称で呼んでいた 工事範囲が広がった後の1999年、1から2月に愛称を公募し、同年3月に朝霞のバイパスと決定した。2010年3月現在も、本バイパス沿線で、氷山バイパス店を名乗る店舗がある。2015年度平日24時間交通量2014年現在でも、うねめ通りや新桜通りなどでは、氷山バイパスの名称で案内をする看板がある。 AB 国道4号郡山バイパスに並行する、原動区間の移行について2015年10月7日、掲載福島県。平成21年7月29日郡山、国道事務、初期者発表資料10巻内交差点、郡山駅入口交差点間は、福島県道17号郡山停車乗船、郡山駅入口交差点若葉町交差点間は、 福島県道57号郡山大森線、若葉町交差点三春街道入口交差点間は、福島県道296号、新井郡山線にそれぞれ降格。三春街道入口交差点日和田町間は、国道288号に編入。事業名、福島4号郡山バイパス、郡山バイパスネーミング募集結果について、 ハリセイコーカ協、ありがとうございます。